MK さん質問です。シックスストロークロールがうまくできないんですが、コツかおすすめの練習方法ありますか？シックスストロークロールっていうのがなんかあのルーディメンツの一つで、なんかこういうパターン、右左左、右右左、なんかこうダブルストロークでこう包まれてるというやつで、一応なんか正規のルーディメンツの手順では、32分音符っていうやつが使われてるので、なんかリズム的にはタンタカタカタンあの応用編としてあのフィルとかによく使われてるのが、それのなんかこうギュッとなんでしょう、こう幅が狭くなった、まあ、6連符として使われてる6ストロークロールっていうのが、まあ、よく応用フレーズとしては、使われますかね。なんかこういうなんかあのフィルとかでもこうするんですが、なんかこれのコツ的にはなんですけど、これ元々の本来の、特にこの32分の方かな、32分の方の本来の元々のこのリズムの感覚っていうのが、16分音符4発叩くうちのこの1発目と4発目をアクセントしてるってやつなんですよ。たったったったたこ焼きなんで、まずはこのそもそものアクセントの感覚を、身につけていけれるのがいいかなと思います。こうアクセントの基本動作のこの真ん中のこのノンアクセントの部分を、ダブルストロークにするということになりますかね。で、この真ん中の2発は、アップストロークっていうストロークなので、上げながら叩いてる感じになるんですよ。こう、この上げながら叩くこの、手とダブルストロークを一緒に叩くみたいな。そのものの動作を掴んで、でその、ノンアクセントのところというか真ん中のところを、まあ、ダブルストロークにするみたいな、なんかそんな感じで練習をしてもらうと6ストロークロールいい感じになってくると思うので、はい、そんな感じで練習をしてもらうといいんじゃないかと思いますかね。はい、